さあ本日の中で学生だけのチームさん、学生チーム、唯一の学生チームですね、愛知淑徳大学メイトの皆さんもご紹介いたしましょう。今年の2019年の第21回日本の漫画祭では勝利賞を受賞されております。おめでとうございます。さあそれではご紹介いたします。私たちは多くの人に地元の魅力を発信することを目的として、日本の漫画祭りをはじめとする地域のさまざまなお祭りに参加しています。見てくださる皆様にキラキラの笑顔と活力をお届けします。それでは愛知淑徳大学メイトの皆さん、よろしくお願いします。会場にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。愛知淑徳大学メイトです。この今池祭りをさらにさらに盛り上げられるよう精一杯にします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。遠藤寺、困難を乗り越えた活力の町。Yeah!